最新潜水艦は、クゲイの進水式が終わり、もうじき対ゲイ、潜水艦が引き渡される。3000トン級の初めての潜水艦となる。海上自衛隊の潜水艦群は、世界でもトップクラスと言われている。今回は、海上自衛隊潜水艦を詳しく見ていきますね。今まで足りない部分の機動力を獲得した恩、流潜水艦以降世界最強と思っているのは私だけですかね。日本では2010年から掲げていた防衛計画に基づき、2020年に進水式を終え、タイゲイと命名された新型潜水艦をもって、海上自衛隊の22隻の潜水艦体制が整いつつある。海上自衛隊が有する潜水艦戦力は、2021年1月現在で就役中のものが、親潮型9隻、双竜型11隻で、これに偽装中の、東竜とタイゲイが加わる予定だ。一番艦の、タイゲイに続く 2.3 番艦も、すでに建造は始まっており、以後順調に就役していけば、親潮型の旧式艦から、敵地練習艦への変更や退役が進んでいくのだろう。そうした中で、近年、海上自衛隊が警戒している、仮想敵国といえば中国であり、第二次世界大戦後長らくの狭間旧ソ連、現ロシアへの対応を目指し整備されてきた、体制も変わりつつある。そもそも、第二次世界大戦で連合国に敗北を喫した日本は潜水艦の保有を禁じられ、ようやく旧ソ連への対抗上1955年にアメリカ海軍のガトー級潜水艦の貸与を経て復活へと向かった。その後、潜水艦の国産化を復活させたのは1965年就役の大潮型1番艦からであり、いわば旧ソ連というアメリカ、西側陣営との対立が先鋭化した状況が、その復活の理由と言えた。このため、海上自衛隊の潜水艦は、当時から、世界で最も先進的で、かつ能力の高い潜水艦隊を保有していた、アメリカ海軍に倣い、兵器システムや索敵、探知能力を向上させてきたと思える。翻って、昨今最大の仮想敵国となった中国はといえば、旧ソ連からの支援を受け、完成品を購入したり、自国でライセンス生産をするなど、ソ連の技術の後押しで潜水艦を増加させてきた。旧ソ連、現ロシアとアメリカ、どちらが潜水艦の総合的な能力に秀でているかといえば、幸いなことに、アメリカに軍配が上がると思われ、空母打撃群など、派手な戦力だけでなく今も優位性を保持している。ことに、潜水艦の場合、どれだけ敵に探知されずに潜んでいられるかが鍵となり、その意味では、艦の静粛性と敵の索敵、探知をするソナーやセンサーの能力が、その生存性に直結してくる。最近では、2020年6月中旬、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦が、日本の接続水域内である奄美大島近海のトカラ海峡を潜航した状態で通過、その行動の一部始終を日本側に把握される事象が起こった。海上自衛隊、防衛省、日本政府は、これをいかにして探知していたのかは、防衛上の機密に関わることとして一切未公表であり、中国海軍の潜水艦であるとも断言はしていない。これを、中国海軍の潜水艦だと認めることは、その動きすべてを日本側に察知されていたと、中国自体が認めることと、同義になるため、中国側からも、もちろん、何の発表もなく、一応は、国籍不特定艦とされた。軍事関係者によれば、今回の艦は、中国海軍の、元型、039A 型潜水艦ではないかと推察されており、中国海軍の通常動力型潜水艦としては、一応、最新の艦艇にあたるものだ。元型、039A 型潜水艦は攻撃型潜水艦であり、
水中排水量が約2400トン。全長が 72.0 メートル。最大幅が 8.4 メートルの艦量であり、日本の双竜型などと比べれば、かなり小型である。それでも、原型、039A型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、スターリング機関と蓄電池、ディーゼル機関を搭載、非大気依存推進を実現しているとみられ、仕様的には先進的な設計にも見える。このスターリング機関について、イギリスの軍事専門誌であるジェーン年刊では、これよりも、小型のスウェーデン海軍ゴトランド級に搭載されているものと、同等の出力で、信頼性も低いとの見方を示している。中国海軍では、この、原型、039A 型潜水艦を、2021年現在で、12隻程度、運用していると考えられているが、この前級にあたる、胸型、039型潜水艦も、14隻ほど就役させており、とにかく数は多い。これ以外にも、中国海軍は、通常動力型潜水艦として、ロシア製のキロ型潜水艦も12隻を保有しており、同艦は中国だけでなく本国のロシア、インド、ベトナムなど総数で59隻が建造された。加えて、中国海軍は原子力推進方式の攻撃型潜水艦も保有しており、こちらは艦級091型潜水艦が3隻、小級093型潜水艦が2隻就役、4隻が建造中とも伝えられている。この原子力推進型の小級093型潜水艦は、2018年1月に尖閣諸島近海を潜航したまま航行し、自衛隊の航空機、艦艇からの警告を受けたゆえか、浮上して中国国旗を掲げた艦としても知られる。これまで挙げただけで、中国海軍は、元型、039A 型潜水艦、12隻、胸型、039型潜水艦、14隻、キロ型潜水艦、12隻、艦級091型潜水艦、3隻、小級093型潜水艦、2隻以上を就役させている。これらのうち、通常動力型が、比較的、中国沿岸部の近海を中心に展開し、原子力推進型が配備中の空母打撃群に、随伴して、遠洋に展開するとみられ、今後のさらなる増強にも、注意が必要だ。現在の日本側の救いは、これら中国海軍潜水艦を、ことごとく探知、追尾はできている部分だが、今後、静粛性を中国海軍が向上させてきた場合、同様の対応が可能か否かが、鍵となるだろう。